ジョン・ブリケとジョン・イサーク・ブリケはスイスの植物学者であるジュネーブ植物園の園長を務めたジュネーブで死匠人の息子に生まれたジュネーブ・ベルリンで自然科学を学びジャン・ミューラーの下で博士号を得たジュネーブ植物園の学芸員を務め1906年から没するまでは園長を務めた植物の分類学を専門として殺シカ藤や 北アメリカの喧嘩植物の分類研究を行い、エミール・ブルナーとマリタイム・アルプスの植物の研究も行った。スイスの植物学の歴史や植物学者の伝記も研究した。オーギュスタン・ピラミュード・カンドールが推進した植物命名規則の国際的的な統一はまだ実現されず、当時4カ国の命名規則が競合していた状況から、 植物命名規則の国際的な統一に貢献した。1912年から1921年の間、スイス生物学会の会長を務め、1930年にケンブリッジ大学から名誉博士号を受けた。アオイ科の植物の俗名、ブリケティアやヒガンバナカの種、ハロキアブリケーブなどに、県名されている。ブリックは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョンウィークブリケを示すのに使われる。ありがとうございます。